の概念変わって帰ってきたっすね。いや、インドネシアもそうやったけど、やっぱあっちはマジで安いぞ。おかしいもん。でも、インドネシア、あ、でも、同じぐらいなんかな。どんなもんなんやろ。マジで、本当に飯、本当、なんか屋台とかで食ったら100円以下で食えるわ、普通に。いや、まあ確かに、あそこしばらくおって帰ってきたら、やっぱ日本クソ高えわってなるわな。やばいよ、マジで。いや、それこそさ、なんかさ、銀太から聞いたっちゃうけどさ、あの、インドネシアの風俗さ、お前さ、生中4000円税、やばくない？え、生中4000円とんでもないやん。おかしな、おかしなことだ。荒ませ放題ですか？いや、なんか、あれなんやな、なんか、ピルとか飲んでんじゃん、わかんないけど。なんか、オッケー、みたいな感じで言ってくるらしい。すんご。すごいよね。しっかれてるよな。そんだけ安いと不安になるけどね、正直。逆に、うん、いや、怖いやろ。怖いって。4000円よ。ワンカートンより安いんよ。おかしいやろ。ワンカートンより安いの意味わからん、普通に。変な国なんよ。いや、そう、でも逆にインドネシアとかは、なんか、輸入物の方が高い。クロックス1万円とか。クロックス1万円？そう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 。いや、関税みたいなめっちゃかかってんじゃない？生中4000のクロックス1万って。そうそうそう。生中4000、え、け、あの、1クロックス2生中やね。とんでもない。じゃあ、クロックスで生中できますやん。クロックスあげたら。クロックス買うやつ間抜けやん。クロックス買うぐらいなら2生中行った方がいいもんな。どう考えても。日本からクロックス履いてインドネシア行って、確かに。もう、その子に渡した方が お得かもしれん。確かに。めっちゃ絶対そう。普通にさ、ちょっと多めにクロックス持って行って、なんかさ、あのさ、あの、入国管理局みたいなところで足いっぱいありますとか適当なこと言いながらさ、足いっぱいあるから、みたいな言いながら、ゆっくりさ、ね、ちょっと多めに持って行ってよ。向こうでさ、売ってさ、だって3足持って行ったら、6生中よ。え、違う、多分7生中くらい切るわ。え、3足7生中やばくない？すごいな。すごいことなるよね。なんかさ、牛角とかもあんのよ。なんか丸亀製麺とかも。はいはいはい。あ、ちょっと高いもんね。やっぱ牛角も食べ放題1人8000円ぐらいで結構高級。高っ。で、そう、高級ジャンルになるよね。なんか いろんななんか物価の価値がさ、なんか分からんなと思って。で、面白いよね、やっぱなんか。なるほどね、みたいになるやん。なんかさ、ちょっと国の政策が透けてくるやん。俺らバカにもわかるやん。勝手に一緒にバカにしてしまったけど、ごめんね。VR って使ったことあります？あ、ない。めっちゃいいらしいよね、VR の AV。あれ、マジですごいっすよ。え、AV？ いや、AV も見たっすけど、うん、あの、Netflix とかあるじゃないですか。はい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 。あれなんかもう自分がソファー座ってたらなんかそこが高級ソファーみたいになって、再生ボタン押したら、うん、あの映画館みたいになって、えマジ？ソデカシアターに、うん、あの表示されて再生されるんですよね。は？やばくない？オキュラスっていう、オキュラスだ、あれオキュラスだ、マジでやばいっす。いや買うか。いやちょ、興味はあったよな、オキュラス。いや、あれ3万いくらであれ買えていいのかなっていうレベルやったっすね。マジか。いいな。それめっちゃ。よう買い物とか行くんすか？なんか最近行くわ。なんなら。あんま行ってなかったけど。東京ってどこ行くんすか？表参道じゃない。ああ。表参道行くことが多いね。なんか選択肢がマジでやっぱ多いけん。しゃくしゃいいよ。なんか東京はさ。やっぱ福岡ってなったらやっぱまあ天神。ぐらいになるやん。なんか。そうっすね。まあ、天神かな。みたいな感じになるけど。やっぱその点、東京選択肢多くてめちゃくちゃいい。東京行って毎回思うのが、うん、あの、どの飯屋さんに入ればいいか分かんないですよね。確かに、飯屋問題あるな。結局、コンビニで収まっちゃうんですよ。確かに。いや、分かる。俺もなんかね、まあ、うまい飯屋何軒かは見つけたけど、なんか、近場では結局見つけられてないかもしんねえわ。いや、すげえ近くに。分かんないですよね。いや、もうね。初見ではマジで。初見はマジ無理やね。多分無理無理無理。それで思い出したんですけどな、マジでめっちゃ昔に、まあ、東京行った時があって、初めてかな。初めて東京行った時があって、まあ、飯屋、どこ入ればいいんやろうと思って、適当に唐揚げ定食っていう看板があった、唐揚げ屋さんに入ったんですよね、どっかどっかの。それで、まあ、田舎の人間なんで、あの、ピンポーンって、で注文はいはいはい、と思ってたら、はいはい、
あのすいません方式やったらしくて、あ、はい、それ今それで、うん、ピンポンもあるんですよ、謎に。あ、ピンポンもあるんや。チェリチェリンっていうやつもあったんで、うん、あの俺たちずっとそのそれを店員さん呼ぶボタンやと思ってチェリンチェリンチェリンって押してたんですよ、うん、そしたら、あ、店員さんが来て、うん、あ、すいません、そちらは一回押すとあのテキーラワンショット出てくるので気をつけてくださいって。地獄みたいなボタンあるやん。唐揚げ定食屋さんでテキーラワンショットチャリンボタンあったっすから。いやでもあるからな、東京マジそういう店。ああ意味わからん、意味わからん店あるから、確かに。いやあるわ。いやそうだわ、そうだわ。本当に店員さん注文の時呼んでくださいみたいなのに置いてるんじゃない、そこに。なんかさ、しかもそういうところそういう注意書きってさ、マジってやん。なんか、あ、そうなん、確かにちゃんと見たら書いてあるっちゃんね、なんかそういうのって。そうちゃんと見たら書いてないけど、壁にちゃんと見たら書いてない。マジでちゃんと見たら書いてない。それがマジ罠なんですよ。渋谷とか新宿、だどっちかっていうとそういう意味わからん地獄みたいなボタン置いてるのは渋谷が多いイメージだ。いや確かに渋谷やったっすわ。いやそうやろ、なんか東京の謎の洗礼みたいなあるかも。いや間違いないな。え、いやいる、マジ、ちょっと待って、マジや、やりました。パスマインだ、頑張れ。やった、なんで届くか。あと1どこ。あ、いたわ、最後の一人。なんだあいつ。俺は諦めない、俺は諦めない、俺は諦めないぞ。あいつに恐ろしさを教えてやった、もう激怒。あれ身を削りながら、ナイスナイスナイス。え、どこ行った、この角、あっち逃げてる、待ってる、ナイス。あれ行く、お友達待ってそうだけど、まあ行きますか。チャージライフル撃たれたロボット。あ、やばい。おお。行って。危な。やっほー。素晴しねー。ナイスナイス。ナイスナイス。え、なんか自分で撃った。やば。うわ、こう、別っつわ、全然逆、最悪、アンクテクガイでなんかして、はい、なんだあれ、もう激怒あれ。バンガも激怒。複数ダウン、やば。ナイスナイス。よっ。大変なことになってるよ。地下でやってんのかな。地下やで。何こいつら。待って。敵を拘束する、あのバルキリー、あのバルキリーはマジ行きたい。あいつバリクソはぐれてるっしょ。ナイスで、うちのロボットもはぐれとおけん。敵が一人ダウン。あ、ナイスナイス。お、なんかこっち向かった。引き返そうだよ。ケアパッケージが来ます。浮いたな。行け。こっち行こう。やべ。これ誰？めんどくせえ。外からさっきの仲間が走ってきてる。多分どっちもアカーマンあれ。オッケーです。やつレイスとバンガロールか。
あ、ここ。こいつ紫山。わかんねえわ、これ。やべ。この攻撃からはそう簡単には逃げられない。あれ、一人かな？お前だけど、紫山。よくわかんなかったわ、あれ。何だったんだろう、あいつ。わかんねえわ。絶妙に、やり合わない位置にいるな。わちゃわちゃはしてたけど。楽しそうではあったけど、なんかよくわからんわ。ブラックマーケットの音、ここだ。地下か。ああ、こんな感じだ。22相手。あ、やべ、俺やらかした。頼む、撃たないでくれ、俺のこと。大丈夫、大丈夫。綺麗に1回1、1回、2回で共存してるわ、俺ら。いや、誰一番一番だね、これは。え、なんか松巻に来たて。やった、やった。危ない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 。こんなところにポータル出てます。なんだこのポータル。ここからエッチ、あ、なかったわ。そんなあり、賢い、めっちゃそれ。めっちゃ賢い、それマジで。やり合ってもらいましょう。おいし、やばいやばい、調子こいとったら死ぬ、調子こいとったら死ぬ。やべ、セルなくなっちゃった。あーさ、神神です。なんか下に1枚、下1枚落としてるけど、上が3枚ですね。来たわ、なんか。あ、これ出ないといけないか。マットマギーも肉。あとどこや。こっちや。オッケーです。わかった。いける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 。よろろ。頑張れ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 。ロボ、あ、ロボ死んだ。何やってん。ナイス、やばい、素晴らしい、それはいい。ナイスナイス。今のグダグダチャンピオン地獄やん、地獄みたいになってた。いや、おもろ、いや、おもろ。今のおもろい試合、ウケるな。Hey!